マラバリというチュニックの上に、ランバー・リンジャネをまとった、サカラバ人の男性マダガスカルの文化において、ランバとは、身に巻きつけてまとう、伝統的な衣服である。まとい布と訳される。男女共に着るものである。ランバの布地は長方形をしており、長辺は身を包むだけの長さがある。ランバの素材は多様である。用途によっても異なる。日常使うランバは、 ラフィアヤシの繊維、豚皮、綿、人皮繊維などから作られる。また、埋葬や専属用の祭りにおいて、乱馬は重要な役割が与えられており、この時に用いられる乱馬は、絹や小分子の皮で作られていることが多い。色柄も様々であり、雑然とした絞り染めや純白のものから赤白黒のストライプが入ったものに至るまで、豊富な種類のものを、 マダガスカル全土で目にすることができる。サカラバ人の村では、緑と茶色をしたユニークな形の幾何学模様のランバが折られる。メリナ人の元貴族たちは、複数の色を用いた鮮やかな色彩で複雑に折られたランバを好む。今日では、これら地元で手織りされたランバに加えて、綿やヨンでできたインド製のランバが、マダガスカルの市場の底かしこで売られている。なお、 ランバという呼び名は、マダガスカル中で、伝統的に生活必需品となっている衣服の中央高知地方における呼び名である。このまとい布は、地方ごとエスニックグループごとに呼び名が異なる。例えば、マダガスカル東西部のある地方では、シンボと呼ぶ。本校では、中央高知のメリナ人の呼び名、ランバで代表させた。また、体への巻き付け方も、地方ごとに、 様々な異なる作法がある。ランバ目が織る、見せ布の色、から、素材にも様々な種類がある。絹で折られたランバ目なラマミーナは、亡くなった家族を先祖代々の墓に入れる際、遺体をくるむのに使う。また、婚約の時に、男女でラン馬を交換することを伝統としている、エスニックグループもある。また、外交儀礼上の贈り物として用いられることもある。 スミソニアンの国立アフリカ美術館に展示されている一体のランバークトゥファハ,ハナロンバークトファホナは1886年にマダガスカル女王ララバルナ三世からアメリカ合衆国大統領グロバー・クリーブランドに贈られたものである片方は色とりどりに細かく装飾されておりもう一つは白地に白の模様が編み込まれているランバークトゥファハ,ハナはアンジアナと呼ばれる メリナ人の貴族性と密接に結びついた服飾である。いくつもの装甲を用いて、色とりどりの複雑な幾何学文様を織り上げて、いくという旗織り技術は、マダガスカルにおいては、メリナ人だけが持っていた。ランバーク・トゥファ・ハナは、アンジアーナの威信を顕著に可視化した。しかしながら、フランス植民地時代においては、このような身分の可視化は抑制された。王国時代同様、 込み入った模様を織り上げる文化は維持されたが、民族的羊や階級的羊をあまり明瞭に示さない、白地に白のデザインとなった。2010年現在では、伝統的で色鮮やかなランバークトゥファ花への興味と、需要が、当該で成功した裕福なマダガスカル出身者や、観光客、テキスタイル愛好者らの間で増してきており、その結果、生産が回復し、アンタナナリブの 高級ギャラリーでの販売もされるようになった。同時代の作家からも、半ば忘れられかけていた昔の技術を復活させることへの関心が集まり、国際的に名の知れた美術館で特別展が開催されるほどユニークな作品が生み出されるようになった。例えば、アメリカ自然史博物館では、折り糸のすべてに、 鳥やコウモリでさえも捕まえてしまうほど強靭なクモの巣を張ることで知られるネフィライナウラタというクモの糸を用いたランバークトゥファ花が展示された。1998年にはメトロポリタン美術館においてもあらゆる色を使って植民地となる以前の貴族の装いを再現した現代のアーティストによるランバークトゥファ花が展示された。ランディベというの3種から取った絹糸でランバーオール。 職人。伝統的なランバは、マダガスカルで広く見られる、床に置いた水平な食器で折られていた。旗織は女性の仕事であり、食器の端に座って作業した。家族の着る服を織ることが女性の務めとされており、余剰生産は市場で売って家族の収入となった。ただし、このような生活様式は、中央高地のメリナと別例に典型的なものであり、 全島で一律に見られたわけではない。アジアで生産されたカラフルなプリントは海岸沿いの町で人気がある。マラバリの上にラン馬をまとった別領人。1878年がラン馬の種類は多様である。乱馬をまとう意図によって呼び名が変わり、地方ごとに呼び名も異なる。以下にいくつかの特徴的なラン馬の種類を挙げて説明するが、 ここに挙げたもの以外にもさらに多くの種類のランバがあることに注意されたい。お揃いのランバを着用した平賀氏のパフォーマーたち、ランバの着用方法は地域や性別によって異なるが、男女共にサロンのように腰に巻きつける。着こなしの一例を挙げると、女性の場合は胸の下かさらに上のところまで巻きつけてシースドレスとする。ランバの色柄は頭飾りと合わせる。 これらのスタイルには、タンクトップや軽いシャツを合わせて着ても良い。また、男性の場合は、乱馬の裾を片方の肩に緩やかにかけて、肩掛けとする。比較的涼しい気候の場合は、乱馬の下に、マラバリという長袖膝丈の木綿でできたチュニックを着込む。伝統的に、乱馬を掛ける方の肩は、左とされていて、服も期間中は右に掛ける。また、 メリナ人や一部の別ウ人の成人女性の間では、伝統的な白地の乱馬を少し細くしたものを肩の周りにかけて着ることが、優雅、尊厳、女性らしさ、伝統尊重を表す印とされている。細い乱馬は、肩体のように着用されることもある。この場合、男性は肩にかけた乱馬を、胸のあたりで斜めに交差させるか、腰のあたりで結ぶ。 女性は緩やかに両肩にかける。このような肩体のような着こなしはヨーロッパ文化の影響により広まった。平賀氏のダンサーたちは皆、このスタイルである。ありがとうございます。